あいつらずいぶんテンション高いな。そういう番はテンションが著しく低いな。お前には負ける。いまいち場の状況に乗り遅れてるつうか、ヘンドリクセンはどっからあんな力を手に入れた。ヒーラーの情報によれば、ヘンドリクセンは長年魔人の死体を研究していたようだ。魔人の死体。戦闘中のよそ見は命取りだぞ。バン。やった。ヘンディ。あれどこで見つけた？何？だからどこで拾ってきたかって聞いてんだよ！これは！こいつが全ての始まりだ。この化け物の死体は真っ赤でぼよぼよ、気持ち悪い。この姿、まるで伝説にある。ああ、魔人だ。本当に存在したのか。死体から発する魔力はデールや新世代から感じた魔力と一致する。こいつが囲んでみて間違いないだ。20年前、妖精王の森でこいつが発見された時から全ては始まった。この赤き魔人は素晴らしい恩恵をもたらしたよ。旧世代から新世代、魔人の知恵の適応者を生み出す実験、その結果赤き魔人の力の体現に成功した。魔人の力を体現？だったらお前勝てねえわ。あのデブを殺したのは俺だ！